分解点検中の横軸ペルトン水車ペルトン水車は水流の衝撃を利用した衝動水車タービンの一種である。羽車に対して接線方向から水流を入車し、その衝撃を利用して回転する水車である。効率が高く発電用水車として用いられる。高い水圧を利用した高落差の水力発電に適している。 立時クタンリン六車ペルトン水車上から見た図、ペルトン水車ランナ、ペルトン水車の跳ね車、すなわちランナには、その円周上にスプーのような形をしたバケットがいくつも装着されている。バケットはノズルより放たれた流水を反対方向に逃がしながらエネルギーを受け水車を回転させる。バケット表面は水の抵抗を低減するため、特に滑らかに仕上げられている。 その中央には水流を二等分するための水切りが設けられており左右均等にはり振りながら水車にかかる力が均一になるようにしているかつては円盤にバケットを一つ一つ装着してランナーを組み立てていた回転中にバケットが脱落し飛散する事故も稀に発生していた現在ではバケットを含め一体成形されているランナーに向け水流を放つノズルは 横軸のものには1本から2本、実軸のものには複数ボーンがランナーの周囲を取り囲むように配置されている。流量調整にはニードル弁が用いられる。ニードル弁の先端部分はキャビテーションによる回飾が発生しやすく取り替え可能な構造としている。また、核ノズルには水流を逸らすためのデフレクタが備わっている。発電機の負荷が事故などにより遮断されてしまうと、 負荷を失ったランナーは回転数が急速に上昇する。その際は速やかにランナーに入射する水流を遮断することが必要であるが、ニードル弁による急速な流水遮断は水撃作用を催し、大事故につながる恐れがある。したがって、負荷遮断時にはノズルの直前にデフレクターをせり出すことで水流を他方へと逸らし、その後、ニードル弁を徐々に閉じるようにしている。 ジェットブレーキはペルトン水車特有のブレーキである。回転する水車ランナーに対し、回転方向とは逆方向の回転力を与えることで回転力を削ぐものである。なお、水車が完全に停止する前にジェットブレーキの水流を遮断する必要がある。ランナーがジェットブレーキの水流によって逆回転してしまう恐れがあるためである。微ワコ素水を使って、 発電に使われたモノペルトン水車は、大工、機械技師であるレスター・アラン・ペルトンが1879年に発明し、1880年に最初の特許を取得した。ペルトン水車という名称は、彼の名にちなむ。彼が、どのようにこの着想を得たかについては、いくつかの逸話がある。一つは、牛が水を飲む時鼻の穴で、水が跳ね返った様子を見て、というもの。 もう一つは従来型の水車で水のノズルの調整不良のため水が水車のバケットの真ん中ではなく端に当たっており正規の状態よりもかえって速度が上がっていることを発見したことからバケツを二組にするアイデアを得たというものであるその後ペルトン水車は世界各地に広まった日本においても琵琶湖コ素水を利用し 国内初の営業運転を行ったケアゲ発電所や、黒部ガムをいただく黒部川第四発電所など、ペルトン水車を採用した水力発電所は数多い。現在、新規に建設される水力発電所は大容量用水発電所が主流となったが、ペルトン水車は小型化され、マイクロ水力発電用原動機としてなお注目されている。ありがとうございます。